坂へ至るは、中華民国の軍人。北京政府、法天派に属し、後に、王朝名の南京国民政府に参加した。字は、坂理政。1912年、保定陸軍軍官学校第一期法兵科に入学した。1914年11月に卒業後、法天派の理系林率いる部隊に所属している。1925年7月9日、 陸軍少将に任命された。1926年、東北陸軍第一市、第43度旅長旅に昇進し、長学寮廃下となった。1927年2月1日、陸軍中将となり、4月1日には、等しい将軍位を授与された。また、同年中には、第4方面軍第17軍軍長に任命され、翌1928年、 東北変貌軍司令部軍事長長長となった。歴史後の1929年3月13日、坂江樽は国軍編使い委員会第五編使い区弁事所、副主任委員に任ぜられる。1931年、東北変貌軍司令長官公所参謀長となり、満州事変の対応において、長学寮を補佐した。翌1932年8月19日には、 国民政府軍事委員会北平文会上務委員となる。1935年陸軍中将となった。1943年6月10日、坂井樽は長超ラブ名とともに南京国民政府の軍事委員会委員に任ぜられ、8月6日には河北政務委員会河北総協委員会事務主任を兼任している。秋には総協委員会委員長に昇進した。 11月、小解析の重慶国民政府から、陸軍中将の位を剥奪されている。1944年6月、河北政務委員会特別、法には河北分庭庭長に任命され、1945年2月20日、河北省省長となった。4月、河北政務委員会補定、水税主任を兼任している。日本敗北後、坂太郎は、 小解石の国民政府に逮捕され、軍事法廷で死刑判決を言い渡された。しかし実際の執行状況は不明である。ありがとうございます。